統合弾薬部は2011年3月11日、荒れてに基づき設立されたフランス共和国軍の共同の機関。公共政策全般改正の一環として2007年に立ち上げられ、従来の弾薬関係部局及び部隊、機関を集約して単一組織に改編し、フランス全軍の弾薬を取り扱う統合機関として決定される。 2010年2月5日文書によりこの期間は2010年7月1日に設立されることが明示され、6カ所の弾薬師どころ2763人が働いている。2011年3月25日荒れてで設立され、2011年6月6日に初代部長に軍機が引き渡される。統合弾薬部は、フランス軍用の弾薬の調達と供給に責任を負い、保守整備。 弾薬の補給及び回収を管理する。軍用品の調整に寄与し、そして北、た大西洋条約機構の軍用品分野では、フランス国防省を代表している。ただし、核兵器と装備装局管轄の市場向け弾薬は、管理の対象外となっている。統合弾薬部本部は、ベルサイユのアレデマトロにあり、統合参謀本部と接続している。設立時の人員は、 約1800人で初代部長には、ステファン・オバル順将が就任している。本部内組織は、技術家、資源化、危機管理化及び管理運営化からなる。2010年時点でのフランス3軍には20カ所の施設があり、これ以外で海外には7カ所に存在していた。これらは2010年代で7カ所の主要弾薬師どころに再編成される。ありがとうございます。